これを収録しているのがですね、はい、あのライブの土日の翌日なんですけれども、はい、私ライブ後の、はい、こう今日の公演これやらかしちゃったみたいなトークをメンバーとするのが本当に大好きなんですよ。あのね、なんかもうその疲れてさ、はい、出し切ってさ、みんな、そういう状態の時だから何言ってもみんな笑ってくれるじゃない。その時間がすごい好きなのね、はいはい、でなんかまあファンの方にもこうライブごって、なんかどう過ごしてるんだろうみたいな、なんか思われてると思うんですけど、メンバーはよくそういう、今日の面白かったシーンみたいなのを話してますよっていう感じなんですけど、なんか前のツアーでっていうことで話すとね、私が、あの、ワン、ツー、スリーっていうあの曲ありますよね。はい。あの、ワン、ツー、スリーで私が最後、ルってこう歌い終わった後に、あの、私みんなに囲んでもらって、真ん中で終わるんですよ。はい。で、私の前には野中美希ちゃんと小田さくらちゃんがこう二人私を挟んでくれてるんですけど、そのルー終わったらもうその場で終わればいいのに、ルー終わった後なんか欲が出ちゃったんですよね。なんか前にこう2歩ぐらい進んじゃって。その場で俺前にこう2歩ぐらい進んじゃって、なんか小田と野中もなんでか避けてくれて。でも、間違ったと思って、こう私、あ、やばい、下がんなきゃってこう下がったんですけど、とっさりながら、その二人として、あ、ごめんね。ごめんね。っていう声が漏れ、こう下がったっていう、このそのライブがありまして、すっごい面白くて、ライブ後もね、それは大爆笑のね、話でしたね。石田さん、稀にグーフィー出てきちゃう。そうなんですよ。グーフィー出てきちゃう。出ちゃうんですよ。しかもごめんねもなんか二人とも聞こえてなかったらしい。聞こえてない。そう。二人にね、聞こえてないのに、なんかファンの方は、なんか、あゆみちゃんなんかごめんねって口動いてたけど、なんかしたのかなって聞こえてる人みたい。ファンの人には気づかれてたんですね。そうなのよ。そういうことをね、やらかしちゃったそうですけど、みんななんかライブ今までやらかしたことある？いっぱいありますよ。いっぱい。でもなんかあります私、なんか。お金ちゃんも、あ、いや、でもない。あんまない。イメージないですね。先生に間違えましてごめんなさいって言った時に、あ、珍しいね。あんま間違えないのにって言われるんですけど、あ、気づかれてないんだなと思った記憶はあるから、多分間違えてるんだと思います。優秀。何間違えたかな？なんだっけかな？なんかでもあるんですよね、いっぱいきっと。思い出したら話しますね、うん。待ってるね。でももう今までで一番うわ、やらかしたって思ったのは歌詞を飛ばした時ですかね。え？本当？あの、みかんで、フルサイズ、フルコーラスで歌うってなった時に、ちょうど野菜ちゃんが留学に行ってる時だ。で、野菜ちゃんの分の歌詞も私が連続して歌うんですけど、だから自分のパートだけ飛ばしてればもう一瞬で終わったのに、2行終わったから、永遠に無言みたいな。で、最後、お辞儀してどっか行く。お辞儀してるか。お辞儀だけして、すいませんの、お辞儀だけして、違う位置に戻った。あれが、思い出せるのではいとっさにね、はい。とっさまで思い出せなくてさ、なんか、口開いてみたら出てくるときと、本当に出てこないときがあるよねってね。出てこないときでした。はい。って話してたもんね、ちょうど昨日ね。そうしてましたね。昨日は出てきた。よかった。よかった。よかった、よかった。結構あるんですよ、こういうの。うん、私、なんだろう。あの、好きな先輩やってた時、ツアーで、なんか一回、あの、どうしても同じところで一生、歌割りを飛ばすっていう最悪の、私多分2、3回ぐらいやっちゃったんですよ。連続して。しかも初ツアーでそんなね。そうです。そんなもう、もう、やばいじゃないですか。で、なんか、本当にやばくて、もうなんか、自分も、もう、ここ絶対に歌うって、もう舞台袖でめっちゃ確認してんのに、出て、飛ばして、なんだって思って、もう、飛ばすと、叫びたくなっちゃうんですよ。なんだって、本当に、そうなったのが、多分今までで一番、やばかった。それ以来、大きな間違いは。でも、この間、なんかあの、立たなきゃいけない番号の、反対側にいて、バーッとその曲あります、で基本この最後の曲1列で、2列で終わります、大体そのまま、その上手下手が交差するんですよ、でなんかそのまま私は野中さんについていくんです、野中さんについていけばいいのに、止まった先が私本当は下手の一番に立たなきゃいけないんですけども、
なんでかわかんないけど、上手の一番に立たましちゃったの。ああ、で、あの、上手の一番には、基本、小田さんが立つんですよ。基本っていうか、基本っていうか、小田さんが立つんですね。うんうん、で、真ん中、福村さん、うん。で、私、だから、小田さん、福村さん、北川だったんですけど、うん、あの、私が、もう耐えることになっちゃったから、うん、でも、私、その場にいたの気づかなかったんですよ。ね、わかんなくなったよね。わかんなくて、うん、で、その次の振りで、うん、こう下手を向いて、上手を向いてっていう振り付けのところで、はいはいはい、小田さんが先に上手を向いてきたんですね。だから左を向いてきたんですよ。私は右を、ね、みんなで右を向いてんで、お、小田さんめっちゃ間違えてるじゃんって、久々じゃん。珍しいなーって。そしたら、あれ小田さん待って。小田さん見えちゃいけないなって思って、で、パッて番組見たら、上手の一番にいて、やらかしてるわ。やばいやばいって。でもそっから私はもう、ずっと小田さんと目が合うところでひたすら謝り続ける。ことやりましたね。小田がその逆の一番にね、OK、はい、みたいな感じでこう立ってね。そうです。で、その後の曲でまた顔を見合わせるときに、本当にすいません、本当にすいませんって言いながら移動してましたね。で初見の人は小田さんが間違えたと思いますからね。そうそうそうなんです。私はもう自信満々にそこで踊ってたから。小田さんが一番アワアワしてる。ってなってるから。そっか。一番立ち悪い。立ち悪い。一番立ち悪い。まあね、ライブの勢いがあるこそのね、はい、ことなんだけどね。はい、そういうのはこう終わった後にごめんなさいってみんなでしています。はい。はい、そういう時間が大好きです。はい。ということで今日も楽しく放送いきましょう。はい。モーニング娘。トゥートゥーのモーニング女学院放課後ミーティング。